タラさん、お酒のオープン1個借りますあの。それがいいね。カット。カット。はい、OK です。これかっけー。楽しかった。楽しかった。はい、今度は両方壁がね。はい。よーい、はい、テイクちょっと1個の手を手、あと2本ぐらいちょっと、あ、そうですね、生まれ変わってるんですよ。どういうこと？はい、カットです。カット。ちょっといい、これはこれでいいか。見える景色は何一つ変わらなかった。はい。あ、いい、やばいやばいやばい。これがここじゃないですか。ここにも付けさせてよ。ダメ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 。危ないからダメ。つけた。ここの方がいいですか。あ、なんか、うん。僕ら生まれてから受けた25年だった。記憶力やばいです。いやいや、僕の存在感。こんな存在感の塊みたいなね。はい、こっちも作って、お願いします。すごい、生まれてからずっと素敵な瞬間を見てきた気がする。いや、そこまで考えてなかった。照れてはないですけどね。もっと欲すればいいんだ。そうですね、はい、そうですね、ちょっと一回テストでもう一回やりましょうか、うん、初めて手をつなぐ瞬間とか。あー、もうやめてよ、熱出ちゃう。ありがとうございます。みんないい可能性があるよね。すごい気持ちいい。パークイズみなとみらいは生まれて5年、完璧です。完璧。ありがとう。向こうでまた会えるから。めっちゃ好き。朝10分後。三菱。ごめんなさい、俺が終わっちゃった。三菱辞書。どれかで。予定があるみたいな。あ、でもなんか俺的にはすごく。ああ、本当。よーい。はい。はい、カットです。ごめんなさい。OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございます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 。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。短いあれですけども、はい、頑張って撮影しました。皆さんとお仕事一緒できて嬉しかったです。そうですね、人じゃないんで、明らかに人に見えて人じゃないっていう微妙なところを意外となんか頭を悩ませたような感じでした。はい、皆さんに漂うほのかなビルビル感と。あとはまあね、本当考えられない数のろうそくと、はい、
すごいろうそくの光だけでやって狭い、はい、実際にあの人が住んでいるお家を借りて、まあ、ここはいいとこだったんでね、いいやと思って、はい、これスカイビルはなんとですね、あの50歳で50年前の春3月竣工みたいなこと書いてあったと思うんですけど、もう本当に同い年なんです、全く3月生まれで50歳 でしかもあのスカイビル途中で大改造っていう話が出てきますけど、まさに僕本当20年ちょっと前にあの交通事故で首の骨を折りまして、急にそんな話、あの首がぐるぐる回るんですけど、回ったんですよ昔はね、スカイビルはそれ回らなくなったじゃないですか、僕もそれで首が回らなくなった、同じなんですよこれ、運命的なね、キャスティングなんです。いや、すごい、これ呼ばれたんです僕多分、ありがとうございます、すごい一つ言えるのはやっぱり背が高いから今回ランドマークプラザ役としてあの沖田さんから5人目いただきまして、ああ高いな、ランドマークプラザっていうのはすごい高い、最近までずっと一番高いビルだったんですよね。そうそうそう、ただ撮影ではあのまだちょっと背が足りなかったっていうのもあって、あの業界用語でいう摂取をして背を上げるっていう荒技をあの監督が強いてきたのでランドマークプラザにちょっとでも近づけたかなっていうふうに思ってます建物と思って演じてたわけではないので、横浜ロイヤルホテル館がどっかしらに出てたらいいなって思いながら出てるリアル感じました。本当ですか？全身からそこにいる感じしか出てこないな、本当ですか？らしいので、なんか結果的に良かったかなって、はい、ありがとうございます。あ、元気だったね。いやスターですか、ね、あの子スターよっていう、あの子スターよってセリフなんですけど、振る舞いが本当にスターで、そうなんですよ、終わった後もありがとうね、みんなありがとうねみたいな、そうですね、ハイタッチして帰りましたか、完全にもうなんかタメ口でした、上からでしたね、ありがとうね、みんなありがとう、みんなありがとうねお疲れ、いや大物ですね、いや素晴らしかった、これからですね、伸び盛り、ありがとうございます、